はい、どうも浅田です。ということで今日はですね、浅草に来てるんですけども、なんと包丁をですね、直してもらいに来てます。ということで今日は金荘さんっていうところにね、来てます。人いるんでね、緊張しますね。じゃあ、はじめまして、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。3年間使ってもうボロボロになった包丁を直してもらいます。というわけで、怪物みたいな魚をさばき続けた2年半、気づけば包丁もボロボロ、そろそろメンテナンスをしてあげたいということで、沖永良部島からはるばる東京は浅草、創業150年の金荘さんへやってきました。かけてっからさ、まず錆をどこまで落ちるか。今回は包丁が錆びてるんで、まず研ぐ前に錆を落としていきます。これはクレンザーで落としてるんですか？これはね、錆取るってね、あるんだよ、そういうの。錆取る、錆取るってなんだよ。こう抜けないやつとかさ、あるからさ、はい、あのこれは中目だけどね、ほんと細かめでやった方がいいんだけど、これは粗めで今やってる。こいつがダメだったら混合車でやるけど。あ、混合だって、混合車ってあるのよ、粉が。これは傷つくんだよ。傷つくからあんまりやりたくないんだけど。まあここいいや、別に研げばなるから。こっち側はね、地金だからね、そんなにひどくなんねんだよ。これかけてもう全体的に包丁小さくして直すもんなんか無理だね。もう そういうもんですよ。ここだけってやってもほらダメじゃん。こっちも錆びてるから、どうせ錆びてるから、ここ全部取っちゃえばいいよ。1ミリ、2ミリぐらい包丁小さくしてみる。小さくしちゃうね、そうだね。皆さん、包丁が欠けた部分ってどうなるか知ってますか？実は欠けた場所ごと研ぐんで、包丁自体が小さくなるんですね。斜めに。これも形も変えるわけね。この欠けってだいぶでかいですよね。こんな感じで出したことない。そんなもんなんですか？なんだったらこれ加工が悪いから。こういうとこも直すんですか？これを少しこう中入れないとさ。そうですね、これ角度がもう、ごちゃごちゃになっちゃってますね、その角度は直すよ。というわけで、ここから包丁の形を整えていきます。これやってみてないでしょ、まだ。うわ、中こんな錆びてるんですね。うん、もうこれ普通。これ普通、錆びてない方だよ。うん、そうなんですね。全然大丈夫な方だよ、これ。全然大丈夫。実は昔ハンマーで叩いたことがあって、この叩き跡を消すために柄を外しました。ここもなくなります。ないだろ。さて、ここでようやく型が整ったんで、ついに研ぎ作業に入っていけます。さて皆さん、包丁を研ぐといっても砥石の性質をご存知でしょうか？実は包丁を研ぐと砥石も削れていくんですよ。で、削れると面がデコボコになるんで、包丁が研げなくなるんですね。で、この表面を鳴らす作業を面直しと言います。そう、つまり長年使い続けられた砥石は薄くなるんですよ。
というわけで今やってる作業が包丁を研ぐ前の面直しですね。これをするかどうかで包丁の切れ味が全く変わってくるみたいです。これ何番ぐらいなんですか？これはどのぐらいだろうね。300番ぐらいだね。これは天然なんですね。これ天然。ほら。あ、本当だ。これで7万か8万ぐらいですか。え、これですか。それも安いね。7万か8万は安いんですか。安い。その後ひたすら30分ほど包丁を研ぎ続け、ようやくその時が来ました。完成です。ありがとうございます。サラダ油なんです。うん、これは椿油。油でもさ、ごま油みたいなの錆びるから、サラッとしたオイルなら、うん、サラッとしてるやつだったら別に、うん、オリーブオイルとかでもいいですか？オリーブオイルは大丈夫だと思うんだよね。大丈夫だと思うんだ。新聞紙で持ってこうくるむ。そうするとね、印刷の油効いてるから。この印刷の油で持って中に湿気を入れない。なるほど。うん、この新聞っていうのはこのまま水の中つけてずっとやっても中まで通ってないから、水が同じものですよ、ね、これがここ使って、はい、ここまでだから、これあげますよ。いいんですか？いいです。砥石いただきました。ありがとうございます。どうぞお使いください。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ということで東京から沖縄部島に戻ってきました。はい、ということで皆さん、ちょっと僕の腰に注目していただけますでしょうか。死んだ、ぎっくり腰になった。マジで飛行機の乗り継ぎ死ぬかと思った。冷や汗かきながら、もうなんか隣の人ちょっとビビってたと思う。冷や汗が止まらんのよ。ただ YouTuber ぎっくり腰になったぐらいで撮影諦めません。ということで新しくなった包丁を見ていきましょう、ね、まずね、金荘のおっちゃんがくれた砥石、これ王にもびっくりするんだよ。え、すごくない？え、こんな薄くなるまで。え、これもともとこんぐらいの分厚さだったのがこんなになるまでなる。見たことないですね、こんな。そう、これなんかお兄ちゃん気に入ったからあげるわみたいな感じでくれて、で今回のね、戦利品、ちょっとね、ずっと欲しかったやつがあったんですよ。こちら、箸、寿司用の箸です。刺身を掴む用の箸。いろいろね、あそこのおじちゃんが教えてくれて、なんかよくさ、寿司屋さんとかでさ、こんな感じで使ってるやん、箸がね。これなんでやってんだろうと思ったんですけど、俺普通にさ、刺身とかを手で移動させたりしてたじゃん。あれダメなんですって。こうやって箸冷やして完全に冷えた状態で刺身のネタを触ると、そしたら味が変わらないんですって。これやっぱね、持ちやすい。うわ、やっぱいいわ。ちなみにこれもう限定品で、もう生産終了してるらしくて、これ買えないらしいです。はい、全く宣伝になりません。で、やっと戻ってきたね、かわいいデバちゃん。めっちゃ綺麗になってない？めっちゃ綺麗になってますね。でっかいデバもまさかの時間内に治ったっていう。めっちゃ綺麗になってる。今日はね、気になってると思います。こちら、ドン 9.3 キロのコクハーラをね、用意しました。試し切りでね、今回こちらさばいていこうかなと思っております。はい、ということで早速観察していきましょう。ちょっと今日カメラ持ってないから持ってもらおう。ちょっと俺アナウンサーみたいにやろうかな。はい、それでは早速ね、観察していきます。こちらがコクハーラですね。昔は、沖縄のこ腰が痛くて言葉が出ん。沖縄の三大高級魚、スジアラと昔はですね、間違われてた魚なんですけども、この背中にですね、黒いね、斑点、黒斑があることから黒斑アラってね、呼ばれてます。スジアラっていう魚とは全くね、違うね、魚種になってます。はい、まあ、ただ値段は、ほぼ一緒、同じぐらい高級魚です。でちなみに沖縄ではもうほぼ区別もつかずに売られてます。で、一応見分け方なんですけど、黒斑アラはここ胸びれが黒いのと、あと斑点模様がスジアラよりはキメが細かくないのと、やっぱねこの黒斑の模様、ただこれ鮮度悪いと消えちゃうんで、ものによってはね、ここだけでは見分けがつかない。でちなみにですね、これ釣りで釣れたみたいです。はい、それでは早速さばいていきましょう。アナウンサーやめる。
はい、それではまずは鱗を落としていくんですけども、まあ、今回研いでもらった包丁とは違う包丁、柳刃でね、落としていきます。こういう魚はですね、すき引きですね。まあ、あとはね、国ハラぐらいだと高圧洗浄機とかでも落ちますね。ただ高圧洗浄機で散らした鱗、庭に残るんでね、しっかり庭は汚くなりますよね。やばい、そろそろ腰に限界が来てきた。頑張れ俺、まだ出刃使ってないぞ。待って、これめっちゃ腰使うじゃん。ね、これバトンタッチするって選択肢ある？ないですよ。寿司屋で働いてたんでしょ？寿司屋で働いてましたよ。ならいけんじゃん。昨日テレビ見てたら水島ひかりさんが出てて、こんぐらい姿勢良かった。やっぱ女優の人って姿勢いいんだなと思って、久しぶりにテレビ見たら反ってるじゃないですか、もう。ほんとこんな感じだった。あ、これやっぱ反ってると腰痛くない？なんでこんなでかいの仕入れた？もうちょいちっちゃいのよかった。これ一本動画なるて。しょぼいのでよかった。楽器演奏してる人みたいですね。魚で音楽奏でてそう。料理と音楽って近いものありますからね。まあこれも ASMR ですから。え、ちょっと脂乗ってる感がありますね。ちなみに包丁屋さんの包丁の兄貴、二人ともマサルのこと知らなかった。マサルのこと知らずに仕事受けてくれた。撮影以来。ちなみにこうやって包丁の先に手を置くと、とんでもない手の切り方するんで、皆さんね、この切り方絶対やっちゃダメですよ。僕は腰が動かないんで、もうこれでやってます。まあでも手切ってもね、痛いだけですから。腰の痛みが和らぐかも。一回停電があったからさ、すごい身が悪いな。気持ち立ってるからじゃないですか。いやー、なんかめっちゃ悪いよ、これ。これ、競り落とした時は、これをマサル競り落としたのかって言ってましたよ、漁師さんたち。いい魚競り落としたなって。はい。腹パンパンでって。腹パンパンか？いや、だいぶ縮んでます。空気やったんや。空気やったところですね。消化管サバイバルよりきつい。この畑の魚をすき引きするときに気をつけることなんですけど、お腹の皮がね、畑の魚って薄いんですよ。なんでお腹のところは特に注意して皮引いた方がいいです。すぐ下行きますから。こんなんつきたいよな。つけそうだったんですけどね。つけたよな、あれ。あれつけました。なんで外したんですかね。下手くそだからじゃん。否定しろよ。ナポレオンもつけそうでしたよね。ナポレオン無理、あれ。あ、無理でした。深かったし。もう腰壊したら無理じゃない、素潜り漁師。クリゴシがここまで長引くのは多分癖になりますね、これから。海の中でなったら俺多分死ぬよ。ちなみになんか今回こんなもったいない感じでさばいてるんですけど、この魚多分東京とかで買えばすげえ値段するはず。いくらぐらいするやろうな。多分キロ7000円ぐらいだろうから、6000円ぐらいかな。東京で買ったら普通に買えば6000円の9キロだから5万円ぐらいか。スイッチより高いですからね。あ、一番腰にくる、ここ。そう、魚ってこうやって丸くなってるんで、それに合わせた角度にして包丁を入れていきます。なんで俺がじっくり腰になったところ動画回してないんだ、カメラマンなのに。連れててくれなかったじゃないですか。これ頭肉があるんで、こう頭を食べる場合はここまで落とした方がいいですね。でもほっぺとかも食べるんだったら、こう鱗こうやって落とした方がいいですね。ほら、出てきた。あ、これ皮まで剥げたな。1枚多く剥げてるわ。こうったらほっぺのお肉が出てくるんでね。やっぱ煮つけ食べるときにさ、口の中に鱗入るとうざいじゃないですか。で、それ気になる人はこうやって取った方がいいです。そしたらこうやって、ほら、うまそう。え、めっちゃうまくない？超うまい。え、下行かずに引けると思わなかった。ここが一番難しいんですよ。すぐ下行くんですよ。よっしゃ。で、すき引きだとどうしてもこの端っこの部分取れないんで、端っこをこうやって落としていきます。うまそうだな、こいつ。はい、そしたらですね、これ洗い流してきれいにしていきます。ぎっくり腰になった人ってみんなどうしてるんやろな。ほんまに仕事休めないもんね、 YouTuber みたいには。もう5日ぐらい寝込んでたんですけどね。5日ぐらい寝込んでこれですからね。注射打って治りました？注射怖くて打てなかった。気負ってる。ぎっくり腰になったらブロック注射っていうのを打たなきゃいけないらしいんですけど、怖くて打つ慣れた。あれ痛いって言いますよね。はい、それではすき引きが終わりましたんで、ついにですね、今回のメインディッシュ
包丁、出刃包丁をね、使っていこうと思います。これ巻いてる方がきついかもな。いきましょう、お腹開いていきましょう。まずお腹を開いて、おお、え、待って、今までかつてこんな切れたことある？え、やばくない？ちょっと待って、 A4 の紙ちょっと切ってみよう。え、いつも俺1万5000番まで包丁を研いでたんですけど、これ3000番です。3000番までしか研がれてないんですけども、すげえな、やっぱプロだな。まあ、こういう硬いところはね、切れ味落ちるんで、ハサミでいきましょう。ここってこんなや柔らかく切れんの？しかも内臓ぐっちゃぐちゃやもん、何も入ってないな。誰か針治療しに来て、マジでマジで誰か針治療しに来てほしい。なんか入ってそうです。何も入ってないですね。これ肉食魚の特徴なんですけど、これ胆嚢がでかいんですよ。なんで胆嚢がでかいかっていうと、胆嚢から、まあ、胆汁が出てくるんですけど、これ脂肪を、ね、分解する酵素出すんで、やっぱね、草食魚とかは、ね、脂肪を分解する酵素そんな必要ないんで胆嚢がちっちゃいんですけど、やっぱ肉食魚はね、やっぱ全体的に胆嚢が大きいで、ちょっとだけ内臓脂肪乗ってますね、わずかに。あれ、どうしました？やばほんまに腰痛い。ここまで来て、よしやるぞー。こっから、なんでお前こんなでかくなっちまったんだ。うぅ、こんな切れる？でも今日新品の包丁届いてた、実は。それも使ってみようかな。なんと、新調してたんですよ、実は。研ぎに時間かかるかもしれないなと思って。ほぼ同じ。ちょっとだけね、形が違うんですよ。え？これさ、衝撃のこと言っていい？ちょっとこれ並べて見せたよ。衝撃のこと言っていい？これもともと同じ長さでした。どんだけ縮んでんの？使い込まれてるわ。はい、そうしましたら、これ新品包丁。新品包丁よりさっきの方が切れてなかった？新品より切れるって何事？この骨外していきましょう。よし、背骨は折る。よいしょ。はい、それでは血合いを落としていきます。え、見た今、小便出してくれないけど、本当初めて見た。はい、それでは綺麗になりましたんで、三枚おろししていきましょう。これや、三枚おろしが一番気になってたわけよ。すげえ。こんな切れるもんかね。めっちゃ気持ちよいやん、これ。これほとんど手に力入れてません。撫でてるだけなんですけど、で背骨をちょっと立っていきましょう。筋とかでもさ、普通なかなか切れんよ。やばっ、えぐ。はい、そしたら皆さん、まあ、使う必要ないんですけども、こちら使ってみましょうか。こんなでかいのね、使う必要ないんですけどね。すげえ、えぐいわ。一瞬やん。はあ。でもこれ試してみたいことがあったんですけど、これね、ぶつ切りとかに使う包丁なんですよ。でも背骨とかたちやりたくないな、さすがに硬そうだから。ここら辺とか叩いてみたい。面白い。す
すごいすごい。お前かける。怖い。まあ、コクハーラなんですけども、こちらね、火入れた方が美味しい食材なんで、背骨と昆布で出汁を取ってね、茹でて食べていきましょう。ヒレは臭いんで取り除いていきます。オッケー。そしたら腹骨落としていきましょう。こんなサクっていく？クハーラって硬いイメージだったんだけど。ちょっとさすがにでかすぎて包丁の扱いが難しい。でここに血合い骨が入ってますんで、血合い骨も落としていきましょう。超気持ちよくない？これ、これ出汁ですね。じゃあ食べやすいように一口大に切っていきましょう。これ気持ちよすぎんか。一口大って言ってももうこんなもんなのかな。めっちゃ楽やこれ。こんなにありますけど8分の1ですよこれ。まだちょっと塩をね当てときます。よし。はい、ということで塩打ったんで、これで15分から20分ぐらい置いていきましょう。刺身うまいかな。で、こんだけでかい魚になると食べづらいんで、これがいいかな。こんぐらいにして、あ、身は綺麗ですね。ちょっと味見してみよう。醤油をたらっといきましょう。うまいぞ。普通にうまいぞ。今までこの島のコクハーラ寝かして味が出たことなかったんですけど、めっちゃうまみが出てる。すごい。ただね、ちょっとね、身がね柔らかいわ。水っぽいっていうのかな、まあ、こういう水っぽい魚はピチッとシートで水分をね取ってから食べた方が美味しいですね、まあ、もしくは塩を当てて水分抜いたりした方がいいかな。よし、じゃあちょっと休憩腰で。はい、それでは休憩してきました。ということで、まずはお湯を沸かしていきます。やっぱ出しとるときに匂い取っていかないといけないですからね。セット。よし、いいかな。じゃあちょっと忘れてたんですけど、これちっちゃく切っていきましょう。これところどころ白くなってるのが分かると思うんですけど、これが関節です。この関節に包丁を入れて、で、この中入れていきます。で、ここは霜降りっていう作業ですね。表面に熱湯をかけて匂いを落としていきます。オッケー。めちゃめちゃ白く残ってますからね。これをね、取り出すかどうかでマジで味変わってきますから。今の湯気めっちゃ臭かったわ。はい、そしたら次は昆布を入れていきます。本当はしっかり引いた方が味がいいんですけども、ちょっとめんどくさいんで今日はもうこれだけ、そのまんまでいい。そしたらここに背骨を入れていきます。これ贅沢すぎるでしょ。ちょっと見てこれ、表面油映るかな。油も浮いて、うわこれは最高や。そしたらここで一旦沸騰するのを待って、沸騰したらアク取っていきます。そしたらアクを取っていきましょう。めっちゃいい香りする。めっちゃ出てくんじゃん。はい、そしたらここに入れていきます。贅沢ですよ。あ、もうめんどくさい。これこのままだとね、くっついちゃうんで、ちょっとくっつかないように離しとかないと。本当はね、ここにね、白菜だったりだとか、あと人参とか入れたいんですけど、台風で何にもないよね。今日はプロテイン鍋です。1日の摂取量取れる。いや、これマジで贅沢よ。普通コクハーラだとこれ2切れ居酒屋で食べたら600円ぐらいするもんね。2切れ乗ってるだけで、あとネギとか乗ってね、なんぼよこれ。とんでもねえぞ。おい、取っちゃダメだって。ダメだって。サミグがワングルがバレる。ちょっと酒入れた方がいいな、匂いがある。じゃあ最後味付けしていきます。醤油、
鶏ガラスープ、塩、最後ごま油で香り付けして完成です。 OK。 はい、それでは完成しました。多分ね、見てる人は短いと思うんですけど、すごい大作だった俺の中の。よし、じゃあ何にしようかな。名前、黒飯あらだらけ鍋、いただきます。絶対うまいやろ。うわ、優しい味。うん、やっぱね、この畑の魚、やっぱり火で食べるのがめちゃめちゃうまいですね。かなりね、優しい味に仕上げたんですけども、魚自体がね、すごい上品でめちゃめちゃ美味しい。で、身がね、ホロホロしてる感じで、で、あとね、皮がうまいんだ。いや、最高ですわ。この腰炒めてるから、今日唐揚げって気分じゃないからね、これが最高です。はい、それではごちそうさまでした。いや、今回ね、初めてね、プロの包丁屋さんにね、研ぎの依頼をしてみたんですけども、本当にね、想像以上ですね。すごいわ。まさるチャンネル始まって、あのデバ包丁どんぐらいだろう、2年半ぐらい使ってるんですけども、まだまだ一緒にね、旅ができそうですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。